皆さん、現在一番流行ってるアサルトライフルって何ですか？俺今回さ、F16 の撮影してたんですけど、クリグ6俺一回も出会わなかったのよ。まあてな感じに現在の環境ね、 F16 が最も使われてるアサルトライフルっていうことはまあ皆さんね、まあ異論はないと思うんですけれども、今回このカスタムですよ。はい、もう俺のそのね、こういつも古参勢だったらもう何するか分かりますよね。そうですね、超久々に超遠距離型 M16 フルオートやっていこうかなと思ってます。これちょっと待てよ、時計見ておいてな。これやばない？もう時計がね、 LMG 超えてるんよ。 LMG の遠距離型より時計いいです。はい、今の頭いくらしでもパチッとやると、こんな感じね。で 0.3、 これね、近距離とほぼ一緒です。だからまあ 10m ぐらいとほぼ一緒ってことですね。 0.4 0.3 ってな感じに、この50メートル、いや60メートルとかでも SR を 0.2 出ましたよ今。まあてな感じにね、まあなんでこいつを使えば、まあスナイパーライフル以外には負けることはないと思ってます。まあとりあえず早速ランクマッチいきましょうか。お、どっちも今回の企画にはうってつけのマップや。ちょっとアポカリプスであるか、エクスプレスは二度とやな。まあ早速やっていきましょうか。とりあえず今回ね、多分相手にも M16 がいるんで、ほんまに最近 M16 がね、謎に多いですよね。じゃあクリグどうした、マジでほんまに。なんかさ、クリグさ、なんか全然俺クリグでもいいと思うんですけども、なぜかクリグが全くいないっていうね。一応今回はこういう距離絶対勝ってる、マジでマジでマジで。だからビートとくるビートとくるビートとくるで、ここでちょっとかまそう。これ負けんくね？ちょ、お前それはあかん。もう対策してくんな、お前ちょっとな。でもね、このマップで、あのもうバットもう死ね、マジでこいつ邪魔すぎる、ガチで。いや、あれやれる。いや、まあ来てたらほんまにさ、もうわけわからなくなるからやめてくれ、マジで。これちょっとひでえな、この試合。なんでこいつらこんな、おっ、いったん勝って、これビャーってビャーってる。いったんスティム爆速回復、これ多分小屋目、これかな。あ、いいね。いや、近距離は弱いよ。近距離はほんまにね、その皆さんが言ってる通り、マジでうんこなんで、てか、レレレされたら終わる近距離で。なんで、こういう遠距離できるだけ戦えるところ。こういうこと、こういうことなんだろうな。後ろ大丈夫、後ろ大丈夫。ちょ、お前らほんまやばい。ちょ、お前、あの、こいつらお前雑魚いくせに突するからな。で、いいよ。ちょ、お前ほんまになんか、こっから置いてくるから。やれる！勝てるよね、勝てるよね。当然ですが。さあ、あそこまでやるよ、あそこまでやるよ。これアホやな、マジで。で、ここ多分ね、ずっとここおったら、いつかはなんかバリスタとか。 OKOK、 とりあえず前半おうと。今回ね、機能性めっちゃ遅いんで、なかなか旗に入れないですよね。これ多分崖やな。あと上に、あー、これちょっとまずいです。ちょっとマジで、あ、終わった。2回おるよ。ちょっと2回、うわ、2回、これ B9 じゃない、 B9 じゃな。これ枯れる、これいけそうやな。うええ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 。はい、カバー、はい、カバー、いいね。じゃ、ここで一旦押せるか、こいつ。あー、これドラゴンか、ドラゴンファイヤーか。ちょっと UFO だと思ったが、いやー、これどうしよう。いや、ちょ、お前らさ、これさ、だってシート1シートは分かるしさ、ちょっとお前一人で乗るのやめよ、ほんまに。あー、おい、ビンビンだぜ、マジでビンビン。遠距離負けるくせえ、ほんまに。って言ったら大体負けるんですよね、俺って。で、おー、ちょ、無理か。ちょっとこれどうしよう。こうして、ちょ、待って。うえー、これやってばたまっていく。いや、そこまでやっていく。いいね。はまってる今日ほんまに。エイム温まってんの、ほんまに。現在朝の5時ですが、ここでちょっとこれで OK、 なかなかいけんから、これでちょっとなんとか行こう。いや、これマジで天才。勝つんやったらゴリアテや、勝つんやったらゴリアテ、ほんまに。お買い得ですよ。オッケー、そいつも買っていて。オッケー、今のロケラ外してんね。なんでこれ C いけるか。さすがに C いってくれよ。いやほんまにやか。ちょっとそれさすがに防衛してくれ。これでちょっと行こう。いいね。これでちょっと A 取ろう。これでオッケー。これ味方もいるからね。
でお前買っちゃって、いやマジで最強すぎる。ドミニアーポでのゴリアテは熱いって熱すぎてボケしてくるぞ、ほんまに。なあ、多分このままもう維持でいいよね。あいつらあの崖から顔出してくるから、てかあの今回 MH6 の遠距離だと使ってるからさ、さすがにね、さすがにちょっと MH6 使いたいな。でもこれ多分ゴリアテ背後からピーやれると思うから、もうここ取っちゃったらこっちのもんよ。ここ取っちゃったら、ここ取っちゃったらこっちのもんやで。 UAV 見つこうと思うよね。で、ちょ待ってこれ、ちょこれゴリアテで、ゴリアテでゴリアテ食べたってこと、これエグすぎるでしょこれ。これにはマツコデラックスもびっくり。おい、いいね。これ多分ゴリアテでゴリアテ食べてたぞ俺。これちょっと待って、てかさ、命中率もさ 31.2 って相当高いぞ。プロゲーマーでもね、結構28とか29とか27の人が多いんですけれども、やはり遠距離型にするとね、弾が全くばらつかないんで。そして2試合目クラッシュ、うってつけですね。ちょっとこれどうしようかな、多分ね、相手にスナイパーライフルがいるから、そういうやつの頭を一旦飛ばしていっての、でこれがスミショットで爆速回復、多分こいつ、いやーどうしようかな、これ味方結構旗乗ってくれそうなプレイスタイルやから、 OKOKOK 多分あいつがバカみたいにね、ゾンビみたいに一生入ってくれるんで、いやこれあかんね、多分俺のエイミングやな問題は。ちょっと電気屋だけには入られたくないんよ。でもね、確かにね、俺も MH6 何回か使ったことあるんですけども、これ時やばいよマジで。中距離の時ほんまにびっくりするレベル。鉄の穴に糸通すレベルで、腰打ちは結局性能変わんないんで、一旦こいつの経路一旦拾っとくか。これ拾っといて近距離に備えよう。やっぱおるよな。オッケー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 。とりあえずゴリアテ食べてビートルに行こう。ちょっと iPad に唾またかかっちゃった。でこのロングから来ても絶対枯れるんですよな、枯れるんですよな。あーあーあああ、申し訳ないけど、おおこれちょっとロマンいいっすか、ロマンいいっすか、若干のロマン要素。こんなこれそこに、オッケー、一旦買っての意味にね。でこっち多分こいつら焦って B 入ると思うから、ここでちょっと味方のクロスも、オッケー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 。でこれ対空ダルトも置いて UAV 対策、多分これそこも買っちゃう。これ引いていいですか。で今回ダイヤカバコ持って完璧すぎるか、用意周到。どこまで行ってるか、ちょっと怖いな。ここで出すか、多分俺の下におんのよな、これフラグじゃないからな。で、はい、でこれでこいつらに下に潜り込まれても大丈夫、下にいますねそれ、下にいるんでセンサーつけといて、こいつちょっとセンサーついたやつから、でこいつだけに気を取られないように注意ね。あーちょっとなんかタッチバグ、なんか最近さ俺の iPad さ、なんかツバのせいか知らんけどめっちゃタッチバグ起こんねんな、なんでやろ。オッケー、今何キル12か、いやーなんか遠いな、なんかめちゃめちゃキルしてるようで遠いような気がする。でも多分これは俺は負けても多分今回叫ばんと思うな、これ衝撃でしょこれ、一生やれるぞこれ。これバカすぎやろマジで、あかんやろこれ。考え、このカスタム考えた天才出てこいよ俺や。あいつあのやれと思ってる、やばいな。ちょっといったいったこれドローンつけときたくね。いや怖い、ちょっと早くしてくれ、ちょっと上がってこうへんやろなこれ、なんか敵。オッケーそこね、こっちつけ、こっちつけ、おーおめー。でとりあえずこれ開幕ゴリアテあるんで、なんかいますけど貼っといて、でこっからゴリアテで B をダッシュしていくっていう、多分これあれやんな、ダッシュポイントのまた溜まるやつやんな。はいバカ、オッケー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 、いいよ、ちょマジでスモーク、オッケー。うわこれめっちゃ早い段階で壊された、ちょっともうちょっと溜めたかったなゴリアテで。これでもさ、まあ、VI これなんなんマジで、ガチでレーザーガン使ってる気分やんけど、これシムキって言っていい、いやほらこれやっぱ近距離のね、近距離のレベルに対してはちょっと弱いんよこのカスタム。あかん、俺は核爆弾並みの大発明よ、してしまったよやなこれほんまに。作
作ってはいけないものを作ってるような気がする今の俺。これほんまに時計いかれてるぞ。多分これ LMG とか時計強いよな。上行ってますけど、あれ腰打ちも強いと、デスミショットで回復と。オッケー、落ち着け落ち着け。あ、いい時計具いい。これさ、弾のばらつき、あの一瞬で時計の速度やっぱ上がってるよな。これあかん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 、センター、あかん。我ながらとんでもない開発をしてしまったな、これ。まあ、近距離弱いけどって感じ。近距離弱いけど、終焉距離いかれてんねんな、この武器。まあ、てな感じにどうだったでしょうか。これからもですね、こういったの動画上げていきますので、高評価だけでもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。